ジョルジュです。ロマンシングサガ、リユニバース、やっていきたいと思います。本日はこちら。サガ・ギュスターヴ、新補助技、墨の絵付け、ランク99にしたので、ダメージ比較、してみよう。動画を、ご覧の皆様、制圧戦、お疲れ様でした。私は制圧戦でひたすら、ギュスターヴの新技、墨の絵付けを、ランク上げしていました。墨の絵付けは、補助技で、溜め技になっている、新しいタイプの技になっています。その効果は、主に、味方全体の攻撃バフです。1ターン目に、味方全体に攻撃強化、20% アップ、効果4ターンを付与し、3ターン目に、味方全体にモラルアップ、40% アップを、2ターン付与します。この攻撃バフで、どのくらい火力が増すのか、早速、ダメージ比較をしてみたいと思います。協力してくれるのは、ロマサガ RS のアタッカーといえば、この方。リアムです。リアムが一人の時、リアムと聖王を入れて、聖筆の歌のバフがある時、リアムとギュスの墨の絵付けの時、リアムと聖王の聖筆、ギュスの墨の絵付け両方を加えた時、この4つのパターンで、ダメージがどうなるのか見ていきたいと思います。リアムは、ステータス上限まで育成してあります。器用さは、裏4段まで振って、スタイルレベル50、商段10段、武器は、ブリューナクを装備しています。ダメージ検証に使うバトルは、エッグ戦、携帯10です。最高難易度のバトルを、ダメージ検証に選んでしまって、かなり大変でした。リアムは、開幕2ターンは、ウィンドリボルブをして、3ターン目のギュスの、溜め技発動から、アンチマテリアルショットをスタートして、そこから、3ターンのダメージを見ていきます。ダメージ検証で条件が同じになるように、リアムは連携攻撃やオーバードライブ攻撃はなしです。また、リアムの攻撃順は、聖王の歌の後にしています。聖王とギュスターヴ以外のメンバーは、リアムの火力には一切影響しないキャラをパーティーに連れています。それでは、早速、バトル動画を見ていきましょう。まずは、味方のバフがない、リアムだけの攻撃ダメージです。
結果が出ました。各ターンの合計4ダメージは以上のようになりました。注目すべきは、リアムとセイオウの性質バフと、リアムとギュスの炭の絵付けバフを比べて、どちらの合計攻撃4ダメージが多いかですが、結果としては、リアムとセイオウの攻撃4ダメージが4ターン合計127万ダメージ、リアムとギュスは4ターン合計102万ダメージで、リアム、セイオウの組み合わせに軍配が上がった結果になりました。超高難度バトルになると、セイオウの性質の歌とリアムが相性良すぎて、この二人の組み合わせを抜くのは、最新のギュスでもなかなか難しいようです。ただ、今回は、ダメージ比較でわかりやすいように、行動を、すべての検証パターンで、一律、同じ行動にしています。ギュスのバフ技は、BP を2、回復してくれるので、4ターン目の攻撃プラス 90% の時、リアムはギュスのバフの場合だけ、アンチマテリアルショットを使えるので、そこで、アンチマテリアルショットを使って、5ターン目の攻撃プラス 30% の下がる時に、通常攻撃で BP を貯めるよう動けば、リアム西欧コンビとのダメージ差は少し縮められるでしょう。とはいえ、ダメージ検証のために何度もバトルを取ったのですが、エッグ戦10形態だと、そもそもリアムは、西欧の性質の歌のバフがないと、追撃を結構外すので、ギュスの BP バフで行動順を最適にしたとしても、攻撃が当たらなければ、どうしようもありませんので、リアム、西欧コンビの火力には、歯が立たないでしょう。最後に、リアム、西欧、ギュスの3人まとめて編成すると、4ターン合計、162万ダメージになりました。これはざっくり言えば、およそ、リアム2人分のダメージに相当しますね。毎ターン30万以上のダメージを叩き出すので、すごいの一言です。ですが、ダメージ検証のため動画を撮るのに、この編成で6ターン乗り切るのが、一番苦労しました。こうも攻撃バフに特化すると、残り2人だけで、パーティーを回復、防御、しなければならないので、エッグ戦とは相性が非常に悪かったです。もしこれをするなら、セイオウは性質の歌はやめて、ドキドキの歌をせざるを得なくなるでしょう。エッグ戦ではなくて、もっと難易度の低いボスなら、いけるのでしょうが。ですので、今回の新しいギュスターブの炭の絵付け、このバフ技を使うのは、主に追憶の幻灯状になっていくかと思います。他の高難度バトルで使うなら、今後強化解除を頻繁にしてきて、セイオウの歌のバフが使いづらい敵が出てきたら、今回のギュスは輝くと思います。他にも、パーティー編成の構成上、武器種がバラバラで、火力に直結するステータスが、腕力、素早さ、器用さ、磁力と、バラバラの編成だった時は、西欧よりも、ギュスターブの方が、パーティー全体の火力アップになるので、適任と言えるでしょう。ということで、今回の動画は、サガギュスターブ、炭の絵付けのバフ効果について、リアムを使って、西欧の性質の歌と比べてみました。リアムの火力という一点を見てしまうと、性質の歌には勝てそうもありません。ですが、武器種によらない、汎用性の高い攻撃バフといった点を見ると、このサガギュスターブは今後大いに活躍してくれそうです。また、強化解除をしてくる敵が続々と出てきて、環境が変わるようなことがあれば、サガギュスターブは面白いことになりそうです。私は、ギュスターブ、運よくこれまでのスタイルをコンプリートできています。今回は、味方全体に BP をばらまける、攻撃バフのサポーターという、非常に面白い性能ですので、今後のバトルでは、どんどん使っていきたいと思います。動画を、ご覧の皆様も、もし、ランクアップイベントが来たら、炭の絵付けのランク上げ、してみるといいかもしれません。それでは、次の動画でお会いしましょう。さようなら。